皆様こんにちは。アマンダ一人旅シリーズご覧になってますか？今回は長野県長野市への旅のご紹介です。どうぞ最後までお楽しみください。今回は幕末に活躍した佐久間象山、地元では象山と呼ばれる学者を祀る象山神社を訪ねました。2018年、青木ホールディングスの会長様と副会長様よりご寄贈いただいた銅像群です。こちらは象山を訪ねてきた久坂玄瑞、高杉晋作、中岡慎太郎です。高杉晋作は象山の弟子吉田松陰の書簡を持ってきました。そうそう、安倍晋三元首相の晋って感じ。高杉晋作由来なんだってね。安倍元首相のご先祖は高杉晋作と同じ山口県出身だからだそうよ。こちらが長野市文化財に指定されている孝義亭です。この部屋で象山は訪ねてきた人々と面会をしました。
こちらは弟子の小林寅三郎。同じく弟子の吉田松陰。こちらが佐久間松山、地元では象山。こちらは佐久間を抜擢した松代藩藩主真田幸綱公。こちらは義理の兄弟でもある弟子の勝海舟。こちらも弟子の坂本龍馬。そして同じく弟子の橋本早苗。日本のことを思い、激動の幕末を駆け抜けた人々に囲まれて、一歩踏み出す勇気をもらった気がしました。ご視聴ありがとうございました。コメントとご登録いただけたら嬉しいです。皆様、コロナに感染しないように気をつけてお過ごしくださいね。また来週お会いしましょう。